ゴールデントライアングル経済特別区は、ラオスの摂津国家管理委員会の管理する経済特区の一つ。ラオス北部ボケオ県、トンプン郡に位置する。デベロッパーは、香港、マカオのキングス・ロマンスグループで2007年、ラオス政府との間で総合的観光開発の契約を締結、2010年2月4日付で特別経済区として承認された。 ラオス政府が20%、キングスロマンスグループが80%のシェアで、デベロッパーとしての独儀ウカム社を設立している。事業はカジノを中心とする17事業からなる、観光設置開発事業で、面積は827ヘクタール、投資総額は8700万ドル。カジノは2009年に正式にオープンしている。これま、インフラ整備として40キロメートルの道路建設、 クワーン村内の道路6キロメートル、1 5トルの、設内道路、上水道、電力網2 7トル、職員宿舎を実施。ホテル、カジノ、競馬場へは1億6000万ドル。その他には、畜産試験場、放牧場、内は、農業試験場、独自浮かむ公園、マーケット2カ所、移住地、宿泊地、ブロック工場、コンクリート工場。 採石工場などに投資を実施している。デベロッパーは6.38億ドルをすでに投資しており、また162社が区内への投資を実施していると発表している。なお、本経済特区からは2009から2014年までに630万ドルの納税が行われたと報告されている。カ事の施設当人街の入り口2012年7月29日に、 トンプン軍ゴールデントライアングル第2国際国境が公式に開通している。また、2013年5月19日には、メコン川対岸のタイのチェンライ県、チェンセン軍ビアング軍、ソプルアク村でも永続的国境が正式にオープンしている。ラオス側出入国施設メコン川からタイを望む、中国人の出稼ぎ、シンシティ、イリーガルワイルドライフ、 トレードインラオススペシャルエコノミックゾーン。httpa i インターナショナル .org.wp コンテントアプローズ .aa アシンシティファイナルメドレス .pdf 2015年3月20日閲覧。チャオビー6億ドルを投資。パサソン社会経済誌。ボケオセツを改正。ビエンチャンタイムズ誌。セッツ会議。パサソン社会経済誌。 ゴールデントライアングルセッツの面積増加装置。ビエンチャンマイ氏。http コロンスラッシュスラッシュ www.dailynews.co. ススラッシュタイランドスラッシュ2255882013年8月12日閲覧。ボケッツを改正。ビエンチャンタイムズ氏。ロウ、首届け国旅遊文化、金三角賞、迎え旅。 ユーサ関係。http コロンスラッシュスラッシュニュースドットチャイナドットコム。cn 2014から12 12コンテント3429万7733 htm 2014年12月12日閲覧。トンプン軍ゴールデントライアングル国際国境の利用が開始。パサソン紙。ニューボーダーポストツーヘルプトレードアギャンブラーズ。パサソン紙。 http://nationmultimedia.com w w ナショナルニューボーダーポスト2ヘルプトレードはギャンブラーズ -3020 万6604 html 2015年3月20日閲覧ゴールデントライアングル2年後に空港が開業パサソン社会経済史トンプン軍ゴールデントライアングル国際国境の利用が開始パサソン社会経済史 ラオスリゾート地で、虎肉を不法に販売中国人客を誘致、海外メディア。新華ニュース。h t t p w w w x i n h u a x i a j p s o c i a l 六四七四四二零一5年三月二十日閲覧。放墓家を、レストランツクローズドアフターセリングプロテクテッド、ワイルドライフ。ベアンティンタイムズ。 ありがとうございます。